三沢基地航空祭2023台風の影響が直前まで心配されておりましたが、本日無事に開催となり、私たちもとても嬉しいです。今年もさまざまな航空機が展示飛行を行ったり、太鼓の演奏があったりと、迫力満点のイベントが盛りだくさんです。本日は急遽さまざまなイベントの時間が変更となっておりますが、中でもブルーインパルスは午後12時45分から展示飛行が行われる予定です。どうかこの雲が晴れますようにと願いを込めて演奏いたします。朝早くからのご来場でお疲れの方も、ここからは私たちの演奏でお昼のひとときをどうぞごゆっくりとお楽しみください。申し遅れましたが、私は本日演奏会のご案内役を務めさせていただきます。フルートピッコロ担当の吉野さくら伊藤久さんです。どうぞよろしくお願いいたします。続いては1970年に初代ブルーインパルス F86F のために斉藤孝信により作曲されました、その名もズバリブルーインパルスをお送りいたします。航空中央音楽隊創立10周年を記念して作曲されたとても爽やかな行進曲、これまでのマーチの概念を破った新しい作品としても注目されました。繊細かつダイナミックに影響するブルーインパルスをイメージしながらお聴きください。それではブルーインパルスです。ブルーインパルスをお楽しみいただきました。私たち北部航空音楽隊はここ三沢基地を拠点とし、主に青森県、秋田県、岩手県、そして北海道全域を担当エリアとして活動しています。航空自衛隊は24時間365日日本の空を守ることを任務としておりますが、音楽隊の任務は演奏です。その主な内容は国の大切な行事での儀式・式典演奏、同じ自衛隊の仲間たちを応援するための式・新作演奏、そして本日のように国民の皆様に自衛隊へ親しみを持っていただくための広報演奏など、国民の皆様と自衛隊とをつなぐ架け橋となれるよう日々活動をしております。そして音楽隊では公式ホームページや旧 Twitter の X、 インスタグラムでもさまざまな情報を発信しております。お手持ちのスマートフォンなどで北部航空音楽隊と検索していただき、ぜひこの機会にフォローしていただけますと嬉しいです。また本日の演奏の感想や曲のリクエストなどもお寄せいただけますと、今後の演奏活動に生かしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて皆様いかがでしょうか。私たちの演奏はお楽しみいただけていますでしょうか。ありがとうございます。本日すでに2曲ブルーインパルスにちなんだ作品をお届けしておりますが、実は一つの演奏会でこんなにもブルー関連の曲を披露するというのは本当に珍しいです。おそらく三沢基地では今回が初なのではないでしょうか。どうですか皆さん。ありがとうございます。さあブルーインパルス3部作、3曲目は和田伸作曲のインフィニティです。インフィニティには無限という意味があります。果てしなく続く大空、平和の空が続くことへの祈り、そしてブルーインパルスの演技の一つでもある大空に描く8の字が無限を表す記号に見えることからイメージをしたそうです。壮大な空に広がる華麗なパフォーマンスを音楽でお楽しみください。それではインフィニティです。皆様と楽しんでまいりました。本日の演奏会も早いもので次が最後の曲となってしまいました。お聴きいただきますのはフランスの映画音楽の巨匠ミシェル・ルグラン作曲の「キャラバンの到着」です。1967年公開のミュージカル映画「ロシュフォールの恋人たち」の劇中曲として作られたこの曲、日本では自動車や化粧品のコマーシャルで使用されておりましたが、本日はジャジーなサウンドと強力なビートが魅力のアレンジでたっぷりとお楽しみいただきましょう。本日のラストナンバー、キャラバンの到着です。どうぞ。テージにお越しの皆さん、こんにちは。今日は北部高校音楽祭の演奏会のために来てくださった方の、どのくらいいますか？ありがとうございます。皆さん、今手を挙げた人にはステッカーあげてください。ありがとうございます。ですね、1回目の演奏会も聞いたよっていう方はおられますか？ありがとうございます。あの時ですね、今はいないんですけど、VIP の方がもういっぱいいましてですね、ちょっと固めの演奏会になりましたけど、ここからはっちゃけていきたいと思いますね。皆さんよろしいですか？ありがとうございます。先ほど司会の方からお昼の時間ごゆるりとお聞きくださいみたいなのありましたけど、ここからはそうはいきませんからね、全員で参加してもらいますのでよろしいですか。まずはですね、手を叩いてもらったりとか体を揺すってもらったりして、します曲ですので、楽しんでいきます。皆さん、じゃあ起きてますか？大丈夫ですか？はい、じゃあこれからいきますので、皆さんお手の拝借お願いします。いきましょう。手拍子よろしいですか？はい、こちらの会場では三沢基地太鼓部が演奏いたしますので、こちらもどうぞお楽しみに。引き続き三沢基地航空祭2023をお楽しみください。また来年お会いしましょう。さようなら。